見てみたいと思います。おぉすべすべとてもひんやりしてます。これいけば、はい、カメラ OK 音 OK 役者 OK よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。あつー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 。そんなうだる暑い夏の日、監督のもとにある一通のメールが届いた。突然お手紙差し上げ失礼いたします。私はシャーロットと申します。アークチルブランドのビジネスドッキングの責任者です。はい、というわけでですね、商品のご提供させていただきました。この動画を見ている方にスペシャルなクーポン情報がついておりますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ここ来ました。こちらの段ボールが届きました。早速開けていきたいと思います。こちらです。瞬間的に体表の温度を2度から5度下げ、清涼感を提供。寝苦しい暑い夜にもひんやりとした感触を楽しむことができます。接触冷感、冷感タオルケットをご紹介したいと思います。ちなみにですね、こちらの冷感タオルなんですけども、こういった方におすすめです。汗をかきやすいお子様、クーラーの苦手なお年寄り、敏感肌の方、よく夜更かしをする方、エコ意識の高い方、こういった方におすすめです。早速こちら開けていきたいと思います。オープン。クーリング、なかなか初めての触り心地です。クーリングブランケット。はい、というわけでですね、こちらなんですけども、なんだろう、触った感じなんかツルツルした夏に上に着るシャツとか、そんな印象を受けますね。早速開けたいと思います。ダンちゃんお願いします。はい、こういうところもね、ダンちゃんを使えば、はいはい、あーいいですね。はい、こちらクーリングブランケット。で早速ですね、ちょっと見てみたいと思います。おすべ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 ですね。ほうほうほう、なるほど。表面がですね、はい、表面こちらです。表面はすべすべです。で裏面はちょっとタイプが変わりまして、はい、こちらT シャツの食感に近いですね。生地はですね、肌に優しい天然綿 100%、 デリケートな肌にも安心して使用することができます。お、なんかちょっと今足に乗せたんですけども、ひんやりとした感じがね、乗せるだけで、え、もしやこれ、おお、あーなるほどなるほど、おーすご、あでもこっちもまあまあひんやりすると言いましたね。あ、いいね、これこれいいよ。ちょっと想像以上にひんやりしてびっくりしました。今回はですね、監督がですね、厳選した3つの特徴を紹介していきたいと思います。こちら1つずつですね、中を見ていきたいと思います。まず1個目、 QMAX0.4。 ちょっと待って、 QMAX って何って、監督までってこれ初めて聞きました。最大熱吸収速度、こちらですね、熱が体から物体へ移動する量を可視化したものを表しております。こちらはですね、数値が高ければ高いほどひんやり度が増していきます。 0.2 度以上で接触冷感素材と呼ばれておりまして、この数値が高ければ高いほどひんやり度が増していきます。あくまでも涼しさを測る指標の一つです。2つ目、裏表仕様で年中使える。こちらですね、表面に関しては 80% のナイロンと 20% のポリエステルでできております。とにかくですね、通気性がめちゃくちゃいいです。汗をかいてもベタつかないというですね、素材となっております。いや確かにこれはね、そう言われたらね、なるほどだ、なる、触ったらわかる素材です。え、対してですね、裏面に行きます。肌に優しい天然綿 100%、 毛玉になりにくく静電気も起きづらい生地となっております。そんなわけで、冷感素材生地と綿素材生地を使い分け、気温や体調に合わせて使うことができます。3つ目、丸洗い洗濯が可能。汗をかきやすい夏に使う寝具だからこそ、自宅で丸洗いできるところが大きなポイントです。接触冷感タオルケットをご紹介させていただきました。最後にですね、この接触冷感をですね、もう少しですね、紐解いてみますと、化学繊維のレーヨンやキュプラがこの接触性感に優れた性質を持っております。こちらを生地に取り入れることによって、繊維中に水分を多く含むことができ、熱伝導率、熱拡散性が高くなるを、体感することができます。そんなわけでですね、体にも地球にもエコ、特に暑い夏、さらっと爽やか、速攻性に優れた一年中使えるタオルケットにもなっておりますので、こちらの点も見逃せません。ぜひおすすめしたい一品です。
夏い暑、汗をかいて眠れない方はですね、こちら購入してみてはいかがでしょうか。他にもですね、帯電防止だったり通気性防臭効果も期待されます。かなりちょっと大きいんですが、こちらはサイズがですね150から200をですね提供させていただきました。かなり大きいものですね。はい、画面いっぱいいっぱいになりますね。これぐらい大きければですね忍者になりますね。はい、服着ているのであまり体感できないかなと思ったんですが、意外とこのね表面のところを体にかけるとやっぱりひんやり感はリアルにしますね。ちょっと寝てみたいと思いますね。はい、おお、あ、ひんやりしていいですね。はい、でちょっと大きいので重さは感じるのですが、あ、なんかほんとスベスベしますね。ちょっと動いたらひんやりする感触が伝わってきますね。あ、いいわこれ。なるほど。で、裏面が、あー、ひんやりはしない。これはちょっとね、あったかいっていう感じじゃなくて、ぬのーって、ぬのーって、ぬのーっていう。で、手をここに置くと、あー、ひんやりする。はい、というわけでですね、動画の冒頭に伝えた通りですね、こちらですね、アークチルさんから、この動画を見ている方、概要欄にですね、今現在ですね、50% オフで購入できますので、興味がある方はですね、概要欄を見て購入してみてはいかがでしょうか。これはね、年中使える商品となっておりますので、1万円あったらかなり便利ですね。例えば、こういう感じで、とてもひんやりします。あー、これいいわ。ちょっとこれね、動画では多分あまり伝わりづらいかと思うんですけども、やっぱこの表面がめっちゃひんやりで、これ裏やん。表面がね、これめっちゃひんやりします。あとですね、ちょっとペットにも OK なので、プレゼントなんかでも喜ばれるかと思います。はい、というわけでですね、この監督ラボではですね、大好きな作品、映画やアニメだったり、こういった商品ですね、今回に関しては、これは本当にもう大プッシュしたいですね。これはあっていいなとすごい思いました。というわけでですね、また次の動画で会いましょう。そんな、うたる熱い梨のある日。はい、こちらですね、瞬間的に特徴をですね、紹介3つの、あくまでも涼しさを測る秘書のひんやり冷感接触ひんやり接触接触総裁。